皆さんこんばんは。たびたびマイクを握らせていただいてます。君の会という外見で、決めさせていただいてます。そうですね。今が旬のネタって言っても、ずっと何森友とかやってるんで、どうでもいいんですけれども、どうせ森友以外でちょっと引っかかったなっていう部分は、なんかまたフジテレビがフェイクニュースを垂れ流したとか、そういうことが話題になってましたね。まあ、森友学園よりもさらに、まあ、どうでもいい板野武史オフィスかなんかに関して仕込んだ人に証言させたとかね、そんな形でしたけれども、まあひどい捏造やらせですね。まあ、フジテレビの、ね、悪口なんてこの場で言ってももう皆さん大嫌いでしょうから、そんな、まあ、意味はないと思うんですが、まあ、改めてひでえなと思ったんで、またね、それに対してフジテレビが、自分とこでやった捏造に対して謝罪してましたけれども、謝罪したのが、三田パンこと三田ゆりかさん、その方が、まあ、神妙な面持ちで謝罪してましたよ。まあ、かわいそうだなと思いましたね。まあ、三田パンなんも悪くねえのになと、社長が出てきて謝れよって思いました。あんなね、もう、まあ、言ってしまえば使いっ走りみたいな、まあ、可愛らしい女子アナに、神妙な持ちで謝らって、ごめんねこれで許してねっていう風にやってますけども、本来ね、そんな重大な嘘でたらめを振りまいたんだったらトップが出てきて謝るべきでしょう。まあ、このままではフジテレビの女子アナがかわいそうだなと。ああいった仕事をずっとやってると多分、まあ、安藤なんと何がし並みの別になっちゃうんじゃねえかなと思うとちょっとかわいそうだなと思ったんで、そういった体質を改善してもらいたいと思いました。じゃあ、今日も寒いし雨も降ってきたんで、もうそろそろ撤収いたしましょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。